こんにちは、タロットリーダー協会の桜美久です。今回は職場でどう思われているか、どう動いていけばいいかなどをタロットに聞いていきます。働いていない方は何か習い事やコミュニティに参加していたら、そこでのご自分として選んでくださいね。タロットは近未来、だいたい3ヶ月先の未来を見るのに適していると言われています。カードの結果を参考にして行動してみてくださいね。ではこちらの青い石、黄色い石、赤い石を置いておりますので、その中からあまり深く考えずに直感で選んでください。選びましたか？ではカードを順番に開いていきますね。タイムスタンプを下の概要欄に記載していますので、ご自分の選んだカードを先にご覧になりたい方はそちらを見てください。それでは早速青の石から見ていきたいと思います。ではカードを開いていきますね。これがあなたがどう思われていくか、こちらがどうしていけばいいかになります。あなたがどう思われているかがですが、ここに鳳凰のカードが出ているので、まずあなたはこう真面目人間だと思われている可能性が高いです。真面目に仕事をしていますし、もしそうじゃないなと思ったとしても、あなたの雰囲気や言動がとても真面目そうに見られているようです。会社組織の意向を忠実に守っている人、正確な人と思われています。もし少し上の立場だったりしますかね、こうどう対応していくかでワンドの7が出ています。下から棒で突き上げられていますが、なのでこう防御に徹していきましょう。今のまま派手なことはせずに淡々と仕事をこなして、この鳳凰のカードのように頼れる存在として聞く側でいきましょう。では黄色を選んだあなたのカードはこちらです。開けていきますね。あなたがどう思われているかは審判で、どうしていけばいいかがワンドのページとなります。あなたがどう思われているかが審判なんですけど、最初の頃に比べてこうすごく変わったとか、とても成長したと思われていそうです。できなかったことができるようになっていたり、出世していたりするのかもしれません。もしそうじゃなかったとしても、あなた自身の存在が誰かの開花につながっています。もしかしたら今後開花していきそうと思われているのかもしれませんよ。どう動いていくかでワンドのページが出ているので、誰にも遠慮しないで思い切りやりたい仕事をやってください。ページはこの見た通り子供のカードなので、子供はこうしたいと思ったら動きますよね。仕事でもやりたいことがあったらどんどん挑戦していきましょう。それがさらなる開花につながっていきそうですよ。では赤い石を選んだあなたはこちらになります。どう思われているかが星のカードで、どうしていいかでは女帝の逆位置が出ました。あなたがどう思われているかはこの星のカードです。あなたにはキラリと光る才能や可能性があると思われていそうです。決して派手に目立っているわけではないかもしれませんが、必要な存在だと思われていますよ。そんな風に感じないと思うとしたら、あなたのために厳しくしているのかもしれないし、あえて言わずにいるのかもしれませんね。もしくは一緒にいるとやる気が出てくると思っているのかも。どうでいければいいかというところは女帝の逆位置が出ました。あまり周りの世話がしすぎない方がいいようです。相手が甘えてしまうので、程よい距離感を保って自分のやりたいことに集中していきましょう。以上です。いかがでしたか？少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。これからもいろいろな動画を配信していきますので、チャンネル登録してくださいね。それではごきげんよう。